どうしたどうした。全然違います。すごい分かんないけど、何。今日は防府市ビークルさんに来てます。3本ローラーをメインで使っている2人が、今日は固定ローラーを体験してみたいと思います。あずゆに。ビークル店長の手島さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがダイレクトドライブタイプっていうその固定ローラーで、後輪を外して、ローラー自体にスプロケットがついてて、固定ローラー自体が後輪の役割をしてくれてます。メリットっていうのがすごくまず静か、トレーニングする上でアプリとかソフトとその接続することができるんで、もしくトレーニングすることができます。あずゆに。でまず体験するのに、この車体、今からゆにさん乗りますからね、サドルの高さを調節していきたいと思います。はいはい、はい。なんかね、自分ビークルさんは、はい、こうやって無料で体験させていただけるんじゃけど、はい、自分の自転車を持ってきてもいいんだって。まあ、確かにね、マイバイクの方が慣れてるから分かりやすいかもしれないね、はい、で持ってきてない人はこうやってサドル、うん、はい、また下を測って、はい、ミミさんはね、長いですからね。長くない、あれじゃん、長い。私も長かった。私も長かった。二人したし長やね。はい、履き替えました。何それ。パチパチパチみたいなやつ。はい、はい、お待たせしました。はい、はい、またがって、はい。なんか普段3本ローラーなので、はい、もうこの時点でちょっと不安よ、私。うん、もう普通にまたがっていただいて、に足乗せる、足乗せてもらってももう大丈夫です。もう倒れ、もう倒れないんで。不安やろ。はい、はい、このままもう漕いでいただいて大丈夫です。ギアとかも普通に変えていいんですか。ギアも、はい、普通に変えてもらって大丈夫です。すごい静か。静かやね、うん、しっかりきついね。きつい、しっかりきつい。へー、今ソフトと連動してるから、はい、あのそのソフトによって、今上り坂とか下り坂によって負荷が変わるんですよ、自動で。自動で、はいはい、あ、これは負荷のものです か、 なんかこう、はい、角度が変わるものもあるって聞いたことがあるんですけど、はいはい、あ、そうですね、あの負荷の影響です。これで安心ができる。あ、そうできます。へえ、立ってごらん。固定されてるからさ、ダンシングの練習にもなるんじゃない。どうしたどうした。あ、ダンシングの練習になるかも、はい、ね、よくわかる。そうですね、うん、ハンドルに力が、うん、まあ、バイクはちょっとあまり横には触れないんですけど、いや、ほんと静かですね。3本ローラーと火じゃないぐらいな、はい、だからマンションとかアパートとかだとこっちの方が、はい、あの適してますね、うん、あとタイヤの、ね、後輪がない分タイヤの摩耗っていうのを心配しなくても良くなりますね。はい、どうですかユニさん、3本ローラーと違った楽しさ、はい、うん、ありますか。コントローラーって結構気が抜けないじゃないですか。気が抜けないです、はい、ちょっと気を抜けるんですよ。気が抜ける、はい、ちょっと休憩ができる。なんかに、きつかったらローラーってもうよそ見れんじゃん、うん、下見るとか、うんうん、これはこうやってこけた。あ、どっちが実装に近いですか。足に来る負荷はこっち。あ、そうですね、うん、ローラーはギアで調節やん、うんうん、きついの欲しいなと思ったらもうこするやん、うん、勝手になるから忙しい。
足が結構きますよね。うん、足にきちんとなんか前もの、はい、だからなんか、はい、自分のバイクじゃないからあれやけど、とかフラペアキーさ、うんうん、あれやけど、ポジショニングの確認もこっちができる、はいはい、間違っとるのを確認できる、うん、直すのは3本ローラーとか、ちょっと汗びっしゃ。本当。アプリによっては実際にその本当に走ってるような車道っていうのを再現することができますね。はい、走った道を読み込んでくれるってことですか？そうですね、そうですね。そういうアプリがあるってことですか？アプリがそうですね、ありますね。はい、それもね、どうやってやればいいとかわからんからね。でまたこの機械が違ったら、それが今連動できない機械もあるってことですね。そうですね。はい、これはちなみになんかこう、はい、ランクみたいな。グレードがありますね。これはあのエリートっていうメーカーのもので、はい、あのダイレクトドライブタイプの中ではすごくリーズナブルで、その値段の差っていうのが、あの今 15% とか 14% とかって書いてあるんですけど、はい、これって何なんですか？これがあの後輪はそのままつけた状態で、後輪にローラーを押し付けて、うん、負荷をはい、かけるモデルですね。サーモンローラーと同じ感覚だけど固定されてるから、はい、転倒とかの心配もないし、はい、こう毎回後輪を外すっていう、まあ、煩わしさって言っていいのかな、はい、ないですね、がないってことですね、はい、サーモンローラーと同じように摩耗するので、転応性でいうとちょっとそうですね、まあ、こっちに比べたらするって感じですかね、はい、そうですね、うん、もう一個これっていうのは前ですか？前輪、そうですね、はい、前輪で、はい、このドリフトで、はい、晴れ道でどっちの道に行くか選択するときに、はい、このステアリングコントローラーっていうので、ここが動くってことですね、これ。そうですね。あ、じゃあやる？うん、ちょっとやってみよう。うん、倒れそうで怖い。うん、遠いもん、ね、そうそう、ちょっと前のめりでやったよ。あ、これはこっちでいいね。やろ、全然違います。よけねえけど、なになになに、なに、やだ、魂乗り移った。じゃあダンシングしてみてよ。これ後ろ外すじゃないですか、はいはい、外して、はい、きちんとまたつけれるかどうかとか、そこの点どうなんですか？そこはちょっと練習がやっぱり必要なのかなと思います。氷の脱着っていう、きちんと教えてもらえる方そばにいらっしゃれば、うん、すんなりできる、はい、3本ローラーだと自転車乗せるだけで済むじゃないですか、はい、あの このダイレクトドライブの固定ローラーっていうのは、はい、あのやっぱもちろん氷を外さないといけないんで一手間必要なんですよね、はい、だからその面でちょっと気軽にできるかっていうと、ちょっと一手間必要なんで、まあ、その辺はちょっと少しデメリットになるのかなと思いますけど、うん、その分あのこういった、ね、連携ができるんで、連動ができるんで、うん、あの楽しく、はい、あずゆに固定ローラーをどういった方にお勧められますか？固定ローラーの方が自転車のバランスを取らなくていいんで、すごく初心者向きで、初心者の方からぜひ使っていただきたい、うん、はい、トレーナーになっております、はいはい、家でのトレーニングってすごくあの何もないとすごく退屈で飽きちゃう方が結構いらっしゃるんですけど、今置いてるトレーナーはあのもちろんこういったソフトアプリとつなげてゲーム感覚でそのトレーニングすることができるので、あのすごく飽きにくいです、うん、楽しくトレーニングできるっていうのが一番かなと思ってるので、ぜひともそうですね、これを当店ではあのまず進めてさせていただくかなと思ってます、うん、はい、あずちゃんトレーニングしてた時あったじゃないですか。やっぱなんか旗から見とってすごいなんか逼迫しとった。だからなんか合間に休憩とか楽しめることがあったらいいのになって思ってたんですけど、はい、そういう時にもこういうのがあれば、あ、そうですね、やっぱこう気分転換になったりとか、はい、する感じ。そうですね、うん、特に今の時期なんかは、うん、はい、雪が降ったり寒い日もあるので、うんうん、お家で、はい、暖かいところで、うんうん、はい、トレーニングができるから、はい、うん、すごく気分転換になりますね、うん、はい、だよ、はい、やっぱ漕ぎに一丁かには不安やったりしたわけや、はい、山に一丁かんと不安やったりしよったわけや、
これでも補いそうな感じ。負荷が結構あるから、うんうんうん、そうね。これだったら 15% のシャドウまで再現してくれるので、うんうんうん、まあ物足りなさはないんじゃないかな。ユニ、うんうん、さんちょうどいいからね、15。ユニさんいいと思うよ。ユニさん15までクリアしてますから、うん、いいと思いますよ。よりできるようになる。うん。そういうコースを選んだりもできるんですか。あ、もちろん、はい、あの山岳コースとか、はい、平坦コースとか、うん、はい、あとあれやね、なんかふわふわしてないね、ローラー、サンボローラーに比べて、うんうんうん、ツルツルしてないから、漕いだときにこうなんか常にふわ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 しとる感覚がサンボローラーであるけど、これはなんかしっかりなんか重いっていうかなんか、うん、道路に漕いだ感がある。うん、出来たての道路じゃなくて、ちょっと割れ出したかなっていう道路な感じがする。表現が。そうね。理想感もあるのかな、だったら。確かに、ね、うん。滑るような感覚ないですか、こう、こういう感じ。滑りはしないですか、ローラーとタイヤが。それもありますよ。たまにあります、あります。それも、これがないのがね、うん。踏んだ分だけ。うん。はい、なんかね。ちょっとしばらくローラーしないと、その一歩目の滑った感覚が怖くなってね。スワッとそうね。あ、いいじゃないですか。なんかそれぞれなんか似とるんかなと思ったけど、全然違う、別物ですね。うん、あ、そうですね。あずゆに体験させていただきありがとうございました。はい、もしこの商品をビックルさんの方で買いたいなって思われた場合っていうのは、どういうふうに購入をしたら、はいはい、店頭に来ていただいても、メーカーには在庫がありますので、もうすぐにお取り寄せさせていただいて、あの、ご納品させていただくことができます。で、ご注文後から2、3日程度で、はい、ご納品ができるかと思います。はい、わかりました、はい。インターネットの方は楽天、はい、そうですね、楽天と、そうですね、ヤフーと、はい、はい、あの、出店しますので、はい、そちらもチェックの方お願いいたします。はい、年内発送が、はい、28日までなんですけど、はい、ご注文の受付は、あの、年中やってますので、はい、年末年始。年末年始、そうですね。はい、お休みが28から、1月の4日まで。で、1月の5日から、はい、営業開始いたします。はい、はい、年始の商品の発送ってなるのは、あ、年始の商品の発送も、1月の、5日から5日から、はい、発送しますので、はい、はい、皆さんよかったらビックルさんでご購入、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あずゆに今日は固定ローラーを初めてやってみた動画となりました。最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おまけだよ。私こんなね、もう本当今のところ1、2週間天候が恵まれないから、はいはいはい、1回つけちゃえば、ね、次乗る時までできるよ、ね。わかる。こぎたいのね。そう、こぎたいんよ。こぎたい。そう。サモロラもね、こげるんじゃけどね。そう、もうバーチャルの世界でいいからこぎたい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。